今回は11月17日にギーゴで初日ごとんしてきた時の動画になります。まあギーゴの中でもちゃんと取りやすい設定はありますよというところで、まずはレムラムのフィギュア2個取ってくる動画を上げています。でこれに関しては食器位置も甘くて、かつ薄い箱で端幅も十分というところで、ギーゴの中では動きさえあれば、まあ、一番取りやすい設定の部類に入ると思います。で初期位置が甘いので動きさえあればこうやってすぐに手前がはまるので、あとは隙間の対角の反対側にアームを寄せていって左右に振っているだけで落とすことができます。で左下もう少しなんですけど、まあ、ギーゴでは基本的にこの最後の粘りっていうのが強いので、ここからかなりアームコントロールが必要になってきます。今の場合だとこのバーの右側下降停止はしているんですけど、その下降停止位置が悪いと右爪が箱に対して当たってしまう位置になるので、そうすると左から右に振るのを阻害してくるので落としにくくなりますが、ここは右奥にアームを入れることができて落とすことができました。続いては隣の台でラムの方をやっていきたいんですけど、これも初期位置がかなり甘い位置にあるのですぐに端にはめることができると思います。初期位置が甘い方がいいっていうのはすぐに端にはまるからいいというだけではなくて、バーと箱が接している面積が少ないので摩擦力の影響を受けにくいからというのもあります。まあ、接している面積が大きければ大きいほど摩擦がかかって箱が動きにくくなるので、まあ、そういった点でも箱はなるべく奥側に置かれている方がいいということになります。まあ、バーも丸みがあるので奥に行けばその丸みの奥側のところは箱と接していないの で、まあ、そういう、まあ、浮いている部分が多い方が箱が動きやすくなります。ということでこれも左右に振るだけでゲットすることができました。ということで簡単に取れる台もあれば全然簡単には取れない台もあるというところで、まあ、神経品を見境なく取っていこうとすると基本的には絶対平均の取得単価は上がってしまうのが、まあ、ギーゴというお店だと思います。これに関しては爪の角度がめちゃくちゃ悪いので、まあ、シャキーンと伸びているような爪だったのでパワーがちゃんと入っていないと、まあ、まともに動かすこともできないはずです。ということでこの台は最初から厳しいということが分かっています。あとはどこでやったら動きが出るのかっていうのを見極めながらやっていきたいところですけども、一応両アーム入れるような形でやると動いてくれます。でこのバークロスっていうのがこの台に関してはかなり有効だったんですけど、まあそうしないと動かないっていうのがあります。例えばバー停止で爪の先っぽだけを入れると爪に角度がないので、まあ動かすことができないんですよね。なので下の方から箱を撫で上げるような感じで動かしていく必要があります。でちょっと抜けるところに関して、ミスってるところに関しては、ちょっと早送りさせていただくんですけど、こうやって下降停止をすると動きが出ません。なので、基本的にはバークロスを使いながら、まあ、アームを下の方まで下ろして入れてあげないといけません。結構そのバークロスを狙いたいんですけど、まあ、ねじれがちょっとそんなに大きくなかったので、本当にピンポイントでこの位置狙わないといけなかったというので、ちょっとミスが増えるので、ちょっとミスっているところに関しては早送りを使わせていただいています。右寄せの時は、まあ、バーの奥に入れればいいだけなので、まあ、比較的簡単ではあるんですけど、まあ、動きがすごく悪いんです。なんですけど、動きが悪い時は、とりあえず少しでも奥に進めてから、まあ、手前側に隙間を作らないと、その、隙間の反対側がバーに乗っていれば乗っているほど動きがきつくなるので、まあ、なるべく奥に進めてから手前に隙間を作ろうとしています。で、かなりミスが多くはなっているんですが、とりあえずここはもう右側は十分奥に進んでいるというところなので、左下に隙間を作っていくために、繰り返しバー停止で左側を動かしていきます。ようやく少し隙間ができてきたかなというところなんですけど、もう少し左下の隙間を大きくして、次ではめていきたいところです。この隙間が小さい状態で右側触っていくと、またバーの上に左の手前が戻ってきてしまうので、それを避けるために、ある程度隙間ができて、動かしたらもう絶対にバーの間に入るという状態を作っていって、寄せを甘めにして、両アームで支えながら動かしていくと、こんな感じでやっと端にはめることができました。で、バーの間にはめることができたので、
とは今回この場合は本体で箱を倒さないようにバー停止必須で狙っていくんですけど、ちょっと寄せが甘かったっていうのもあって倒すだけになってしまいました。でこの爪の角度でこの箱を縦はめしていけるのかという不安はあるんですけど、この爪の角度だと手前側を狙って奥の背とかで持ち上げるようなこともおそらくできないので、もう縦はめで落ちてくれることを祈りながら、隙間の体格を狙っていくしかないかなと思います。一応今隙間の体格狙って払っていくと少しずつ沈んではいます。まだ手前側結構1センチぐらいは残っている状態なんですけど、辛抱強く繰り返していくしかないので、狙いどころをきっちり見定めて進めていきます。今結構いいところ下降停止できているんですけど、やっぱりバーで下降停止しているとアームが入りきらないというところで、どうしてもバー奥でかすめて止めるっていうのが必要になってきます。バー奥で右爪をかすめて止めていると、ちょうど両アームが背面に入ることができて、一番撫で上げる効果が出ます。今みたいにバー奥で下降停止できてはいるんですけど、ここの位置だと右アームがどうしても箱の背、左右側面側を叩くような感じになって動きが出ませんでした。なんとか下降停止をしたいんですけど、この微調整が、この箱のサイズに対しての端幅になっているので、少し、いつもと感覚が違うというところでなかなか狙いづらかったんですけど、ようやくここでバー停止決まってこんなに動かすことができました。全然違いますよね、バー停止をバー稼ぎ使った場合だと。でここまで行けばもうあともう少しで落とせるというところなんですが、ここは右から左にカプンと動くだけでした。で最後もバーカスリ必要だと思ってやっていって、ちょっと失敗したんでどうかなと思ったんですけど、ここはギリギリ落ちてくれてようやくゲットすることができました。続いては誰もいない世界のミクさん撮っていこうと思います。でかなり爪の角度がいつもに比べて良かったので、動きにも期待はしていました。でまずはとりあえず奥側を狙って、奥に箱全体を進めていって OSB の方で滑らせてずり上げたいという狙いがあります。まずは下降停止して狙っていったんですけど、全く動きがありませんでした。ちょっと右の方が強いのかなという印象は受けたんですけど、とりあえずもう一回左奥狙っていきます。ちょっと左奥狙いすぎてしまって抜けてしまったんですが、ちょっとねじれも強かったです。今度は、もう一度下降停止右側しているんですが、やっぱり動きがなくて、ちょっと怪しい雰囲気が出てきています。両アーム、バーの奥で狙っていったらどうかなというところで、バー加水も成功していたんですけど、これも持ち上がらなかったので、これは僕重心だなというところなんですが、一応強そうな右爪も使ってみます。これで持ち上がらなかったので、奥重心がほぼ確定したので、手前側を狙って横にしていきたいんですが、基本的にこの移動制限があるっていうところで、可動制限があると、横にしていっても最終的に動きがなくなってしまう可能性があるので、平行移動とかの、そういったところのアシストは、駆使しながらやっていくしかないかなというところで、まずは軽い側を適当にとりあえず右寄せして、右に左に振っていきます。で初期位置で、そこからのテストプレイっていうのは絶対にやっていないと思うので、こうやって可動域の制限で横にすることができなくなったら、すぐ店員さんにお願いするしかないかなと思います。で角度がかなりついてきて、で左の奥の鋭角っていうところに左アームを入れるのがちょっとかなりこの箱の長さ的に難しくて、ギリギリどっかピンポイントで狙わないと多分入らないという状態だったので、なかなか決めきることができませんでした。そうこうしているんですけど、とりあえず左アームがバー奥っていうところでやっていくと1ミリぐらいは多分動いているので、ここを狙うしかないのかなと思いつつやっているんですが、ちょっと動きが良くないです。今の位置多分狙えるといいなという感じではあったんですけど、結構狙いがシビアでついて左に倒してしまいました。でこうなってくると、右側に起こせなかったらもう終わりなので、一応奥側を左アームで狙って右に倒せないかなというところだったんですけど、角度が浅くなるだけで、倒すことができなかったので、ここはもうこれで動かなければ、店員さんに手で倒してもらおうというところで、ちょっと手で倒してもらいました。少し奥が動いてから倒してもらっているので、かなり箱が横になった状態です。
で、さらにそうすると、狙いにくくなるので、これで合計3回倒してもらって狙っていくんですけど、今度こそ、ちょうどど真ん中で狙うことができて、箱をなんとか橋の間に落とすことができました。で、ここまで横にできて奥がはまってくれたんですけど、ここから先はこのギーゴでよく使う方法なんですが、バーをまたぐようにしてアームを入れて、右アームだけで右奥を狙っていきます。で、ミスってこうやってバー停止してしまうと爪先だけしか入んなかったり、そもそも爪が入んなかったりして動きが出ないことが多いです。で、今は画面右側が重心になっているので、よりそういった傾向が強くなると思います。で、これ入れるとき、必要に、大事なのはその右アームの肘ぐらいがちょうど角の下に入るように選ぶのが必要です。なので寄せすぎてしまうとダメなので、少し寄せ甘めで狙って、爪ではなくバーの肘ぐらいが入るように狙う必要があります。で、それを繰り返していくと右奥に隙間ができつつ、運が良ければ左が奥も沈んでいくという動きを見せてくれます。それを繰り返していって、今動かなくなったらですね、左奥が沈まなくなったり、右奥が動かなくなったら、ちょっとそこで押さえ書きを試してみます。で、左奥に爪だけ入れて、それで落とすことができれば一番ベストです。で、そこで落ちないとかなり苦しくはなってくるんですが、もう一度押さえ掛け狙おうと思ったらそこで自然落下してくれました。こういう長い箱に関しては、ちょっと平行移動とかいただかないと厳しいと思うので、悔しいですけどそこはしょうがないかなと思います。